ガードポジションからの胴絞り胴絞りは格闘技の技の一種である。ガードポジションや相手の背後から相手の胴に自らの両足を回して足首を絡ませて強く締め付けては相手を苦しめる技である。ガードポジションから自らの両足の裏側相手の背中で両手を組んで締めの威力を増す方法もある。行動官や国際柔道連盟での正式名。愛不略号。 DOJ, P11。柔道の胴絞りは、締め技の一つで、固め技のカテゴリーに分類される。両、足首を組んで両足を伸ばした胴絞りは、1916年から柔道のルールで禁止された締め方に該当するもので、ある。力のある人が本気でかけた場合でもタップアウトを取るのは困難だが、それゆえに痛みを我慢して、長時間かけ続けられることにより、 のちのち内臓などへの好意症が心配され禁止された。柔術ファイティングシステムでは、柔道と同様に禁止であり、ブラジリアン柔術では、国際ブラジリアン柔術連盟では、ジュブナイル以下や白帯で、国際柔術連盟では、U16 以下で、ガードポジションからは禁止義である。サンボでは両足を伸ばさなくても、強く締めると反則である。プロレス。 総合格闘技など寝技を伴う格闘技で行われる技であり、制約がかかっていることは少ない。ありがとうございます。